みなさん、こんにちは。ソイちゃんのしほと、しほです。やっと遠くでリミの声がするけどね。はい、というわけで今回ですね、4年生になってね、初めて通知表が届きました。イエーイ。ということで、結果は最後の結果でした。グッドボタンのチャンネル登録お願いします。バイバイ。最悪でした。で終わり。最悪でした。最悪です。もう見たの中身。見ました。見ました。下がってました。3年生の時、1年生と3年生が一番良かったんですよ。珍しいよね、下がるの。4年生で下がりました。音楽が。音楽、ね、音楽が下がりました。あとは下がりました。あとはオール3で、あんま下がってもなかった。3ってあの丸ってこと。3は数字の3、1から3まであって3が一番いいやつ。私2だった。音楽だけ。じゃあ音楽いいじゃん。やだ、私音楽好きなの。オンチだけど。ってことはオンチ。実はオンチなんです私。はい、じゃあここでパプリカを見てみましょう。最近気づきました。どうぞどうぞ。パプリカ花が咲いてる。オンチじゃんか。ジャイコ。ジャイコ。ジャイコとか言う、言い過ぎだよね。ちょっとパパひどくない。ジャイコとか言ってひどい。パパひどすぎもない。ひどすぎだよね。セロップは全部ボエーです。ひどすぎだよね。ひどすぎですね。ねえ、ひどすパパひどすぎ問題です。パパひどすぎ。パパパセーで、パパパセー。ひどね。ね、いやそんなオンチじゃないよ。たまたまちょっと音外れちゃったとかそういうレベルだったんじゃない、もしかしたら。あと笛とかリコーダーとかのテストとかあったじゃない。そうじゃんね、案外リコーダー下手くそなんですよ。下手くそ。まあまあ聞いたことあるんだけどね。リコーダーがね、なんかね、吹き方がね、力強すぎてね、なんか音がね、割れちゃうの。ピーピーって確か。あとなんかね、穴を、穴を塞ぐのもなんかね、苦手。下手くそなんだよ、なんか。なんかリコーダーのセンスがなさすぎてね、ママ初め聞いた時びっくりしちゃってね。そう。って思っちゃったもん。それはあるんじゃない？少し上達した。うん。しないから2なんだよ。そうだよ、しほちゃん。リコーダー練習しなきゃ、この夏。今年リコーダーのテストあった。やっぱりあったよね。それがダメだったんだよ。それが2の決め手だよ、絶対。あ、うん、言われたよ、課題。言われた？なんか、滑らかに吹くのになんかね。練習してる。なんか、トゥトゥトゥってなってないから、滑らかにはなってませんって言われた。そう、滑らかにしなそうって言われた。原因がそれだ。音痴じゃないよ、きっと。音痴なの。音痴。音痴、まあ、音痴も多少あるかもしれないけど、リコーダーの方が大きいんじゃない？リコーダーって書いてる？下がった原因。見てみます。あー、そうかもしれない。そう、音楽を表現するための基本的な能力。基本的な能力。音痴だし、リコーダーもダメだし、基本的な能力を持ってないんじゃ。あら、音楽好きなのにね。あともうちょっと、音楽を楽しく、なんて書いてあるの、なんとかし。音楽を表現するための基礎的な技能を身につけていない。音楽を楽しく鑑賞し、曲奏とその変化を感じ取って聴いていない。ダメダメじゃん。これでも難しくない？難しいね。何曲奏って。え、でも私ちゃんとリズムのとこうやってやってるよ。聞きながらこうやって。そう、歌うのは気持ちよさそうに歌うんですね、めちゃめちゃね。そう、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 それな。ダンスとかはいいんでしょ。ダンスと歌うの好きだけど、音痴だし、リコーダーダメだし。はぁ。しょうがない。それパパの子だ。え、どうすればいいの？じゃあ、ウームのオーディションに行こう。オーディション？オーディション？ボイトレ行くよ、ボイトレ。追い出されちゃう。まあでも、じゃあこの夏ちょっとリコーダー練習したらいいよ。うん。音痴はさ、そう簡単にね、やっぱ歌の上手い人ってもう生まれながらに持ってるもんだとママ思うのよ。
ね、そういうの。今日の車の帰りもずっと音楽聴いてた。うん。あと、バンエンチャンネルさんと、歌とダンスぐらいしか見てない、最近。たまにヒカキンさんとか、ゲーム実況見るぐらい。うん、見るぐらい。本当にバンユンチャンネルさんのダンスと音楽ぐらいしか聞いてない。何宣伝してるの。何の宣伝。でもそれぐらいね、バンユンチャンネルさんの宣伝してもしょうがない。でも一応宣伝しなきゃ。じゃあ URL 貼っとこう、ここに。ここに貼っとこう。そんなの貼らなくてもバンユンチャンネルは常に急上昇だから。そう、急上昇すごい。毎日急上昇だからね。そうやばいよ。やばいよ。面白すぎるからね。面白いよね、でもね。すごい面白い。すごい面白い、ね。挨拶も面白い。挨拶 ね。みんなと違って独特のさ、挨拶。私はもう、独特の挨拶を作り出せばいいんじゃない。じゃあ募集しましょう。挨拶？挨拶を募集します。コメントできないのに？はい、じゃあ募集します。研究室で募集しましょう。はい。募集します。よろしくお願いします。そう、夏休みね、ぼちぼちちょっと、しほりみ研究室だっけ女だっけどっちかも忘れちゃった。室です室です。研究室もぼちぼちちょっと動画ね、再開しないと。うん、1年ぶりぐらい、ね。ずるずる。1年ぶりだから、ごめんなさい、1年戻しちゃって、ね。やっとね、あのね、もう明日公開します。あ、今日撮ってるんです。今日、あの、7月の20日土曜日なんですけど、日曜日にあげます。明日上がるんですか。しかもね、オープニング間違えたんだよね。そう、しほりみサブチャンネルのしほですって言ったのし、しほりみサブチャンネルのしほですみたいな、本当に研究室なのにね。そう、しほりみサブチャンネルのしほです。はい、はい、はい、というわけで今回ですね、あのですね、お、あのこれはこんな感じで、あとね、なんと、もう夏休みというのにゴールデンウィークの宿題です。あ、5月に撮ったやつ。5月に撮ったやつです。うわを30分でどれだけできるか。あ、で、全部終わんなかったら罰ゲームを用意してます。罰ゲームもちょっと面白いやつ。面白くないですね。面白くないです。面白くないの。ダメ、面白いって言わなくちゃ。面白いです。じゃあそこのね、概要欄に。うん、そこ言わなくていいところが。リンクを貼っとくっていう時に。はい、というわけでね、その動画をね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ面白いので見てください。夕方アップですか？朝か夕方ですね。はい、じゃあその辺は。私が7時ぐらいに起きれたら朝ですけどね。でも、7時に起きて忘れちゃったら夕方なんだよ。忘れちゃった。忘れちゃった。じゃあ、しほりみチャンネルにアップしたら。片言。片言なの。はい、というわけで、ちほゆみサブチャンネルの、あ、しほです。今回はですね、はいはい、じゃあね、ちょっと通知表のね、話に戻りますが、はいはい。あ、もう私、人生終わったわ。いや、大げさだね。いや、大丈夫だよ。下がったら、また上がればいいんだからね。常にこう上がり続けてる人って。私はそれがいいの。まあ、ね、それを目指してるの。それは理想だけど。まあね。下がっちゃった、なんで。いや、次は頑張ってあげよう。音楽練習しよう。やだー。やだー。はい、じゃあそこの視聴者の皆さん、今日はなんでしほちゃん一人か疑問に思ってませんか？思ってませんか？なんでりみちゃんはいないのって。思いますよね。なんと、りみちゃん、成績が上がりました。おめでとう。あれ？はい、りみちゃんはね、無事に成績が上がりました。上がったら出れないんだ。上がったら出れないんだ。いやいや、そういうわけじゃないけど、でもね、りみちゃん、今コロンとイチャイチャ中だからね。今、りみちゃんはコロンとイチャイチャ中です。成績上がりました。おめでとうございます。めっちゃ笑顔。はい、というわけでね、この動画が良かったらね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。しほりみちゃん、しほりみ研究室でね、オープニングとエンディング新しいの募集してますので、よろしくお願いします。
バイバーイ。なんだろう、ボンジュースでーすみたいな。ボンジュースボンジュース、ボンジュース、何ボンジュースってボンジュースよ。ボンジュースしようです。ボンジュース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 しよう。いいじゃん、いいじゃん、それボンジュースにするじゃん。じゃあもうコメント募集しません。ボンジュースしようです。はい、じゃあ募集しません。ボンジュースします。みなさん、ボンジュース。はい、バイバーイ。バイバーイ。ボンジュースバイバーイ。グミペア。サンディーなおやつだ。